今日は久しぶりのお出かけだから、私がメイクしてあげるね。化粧水塗った？じゃあまずスキンケアからしようか。私のおすすめの美容液があるんだけど、美容液も塗っていい？じゃあまず美容液から塗るね。そう、これ韓国のなんだけど、 CNP の美容液をまず塗るね。化粧水も私が最近使ってるやつ使うね。これは高保湿タイプだから乾燥を防いでくれると思うから、今日はこれを塗るね。いい感じ。じゃあ最後に乳液つけるね。なんかこれは肌を再生してくれる効果があるからこれを使うね。そう、これすごいなんかハーブっぽい匂いするよね。そしたらスキンケアは終わったから、じゃあメイクしていくね。まずティッシュでオフするね。早速メイクしていくね。このボリカの美容液マスクプライマー、これを塗るね。これはなんか毛穴とか埋めてくれるって感じで、こういうやつなんだけど、これを下地前に塗ると凹凸とかをなくしてくれるみたいなやつだから、ちょっとこれは塗るね。すごい滑らかだよ。じゃあ次に下地を塗るね。なんかポール&ジョーの、すっごいこれいい匂いじゃない？そう、これすごい好きで、保湿もしてくれるから、ちょっとこれ塗るね。こんな感じ。すごいね、スルーって伸びてくれる。なんかデパコス使うとやっぱりテンション上がるよね。クッションファンデをつけるね。これを使うね。新しいクッションパフに変えたからつけていくね。
か結構少しの量で大丈夫だと思う。すごい肌が綺麗だからあんまり塗らなくても大丈夫かもしれない。じゃあ、なんか私よりすごい肌が綺麗だからあんまりコンシーラーとか塗らなくても大丈夫だと思うから、コンシーラーは飛ばすね。すごい肌が綺麗で羨ましい。じゃあパウダーします。パウダーは最近買ったタイムシークレットのミネラルプレッシュとクリアベールのクリアを使うね。なんか色付きのは前から売ってたじゃん。でもこれはなんか色がついてないの。こんな感じだからちょっとこれを塗るね。パウダーが終わったら次眉毛やるね。眉毛は髪染めたって言ってたもんね。私よりも髪が明るいからこの眉マスカラ使うね。眉毛これめっちゃいいよね。使ってる？あ、そうなんだ。私は PD05 番使ってるんだけど、このパウダー&ペンシルのアイブロウ EX を使うね。なんか私あんまり眉毛描くの上手じゃないから自分でやった方がいいかもしれない。ごめんね。こういう感じの色。そう。よし、じゃあ眉マスカラ。なんかこのままだとねドバってついちゃうからティッシュでオフするね。オッケー。あ、めっちゃうまく描けた。すごい、なんか元の眉毛がすごい綺麗だね。あ、眉毛サロン行ってるんだ。私も行きたいな。今度おすすめ教えて。あ、そこに通ってるんだ。じゃあ何から始める？アイシャドウ？アイシャドウはね、私のおすすめがあるからこれを使うね。そう、クリスマスコフレのアイシャドウを使うね。そう、この色味なんだけど、私がいつもしてる順番で大丈夫？じゃあまずこの薄い色を塗るね。ピンクがいい。こっち、こっち、こっち。オッケー。ねえ、この色めっちゃ可愛いよね。で、この色塗ってもどっちでもいいけど、どうする？このラメ足す？じゃあこのラメを涙袋に、涙袋の方がいいか。涙袋に足すね。じゃあこんな感じで、もともと目が大きいから多分締め
気は入れなくても大丈夫だと。で、私がすごい好きなこのアイシャドウあって、めちゃくちゃキラキラしてんの。これいい匂いだよね。すっごいいい匂いだよね。これがすっごい可愛くて、こういう感じですっごいキラキラなの。伸ばすとなんかナチュラルな感じね。これめっちゃ可愛いよね。じゃあ黒目の上のアイホールにのせるね。え、めっちゃ可愛い。あ、絶対これ足した方がいいね。可愛いよね。なんかいろんな色あるから、うん、買ってみて、おすすめ。そう、すっごいキラキラだよね。じゃあアイシャドウ終わったから涙袋。涙袋ね、もともとすごいあってぷっくりしてるから、さっきのキラキラだけで十分だと思うから、これは使わないでおくね。で、あ、涙袋ライナー使うね。このキラキラなんだけど、ちょっとこのライナー塗ると可愛いから、これ塗るね。あ、絶対重ねた方が可愛い。めっちゃキラキラしてる。これ可愛いよね。じゃあこれね、すごいおすすめ。そう、リップめっちゃ可愛いよね。なんかこれすっごい保湿してくれるからおすすめ。で、話がねずれちゃったんだけど、ノーズシャドウもしなくていいと思うから、じゃあビューラーするね。痛かったら言ってね。はい、じゃあマスカラ下地塗るね。てか、なんかまつげ美容液使ってる？めっちゃまつげ長いんだけど、羨ましい。私はなんか長くしたいから繊維入り使ってるんだけど、もともとのまつげすごい長いね。これはケイトのラッシュマキシマイザー、これを塗るね。そう、繊維に繊維でめっちゃもうバサバサなんだけど、コームになってるやつだから、これをちょっと塗るね。めっちゃかわいい。うん、いい感じ。あ、いつもブラウンしか使わない。え、でも黒もすごい似合うよ。うん。じゃあ、あとはリップかな。リップはもともとすごいプルプルだから、これ使わないで、これを使うね。ジェルスチャートのリップブロッサムの59番。こういう色味なんだけど、ブラシ使って塗るね。え、めっちゃこの色似合う。かわいい。鏡見る？こんな感じ。めっちゃ可愛いよね。え、これね、ちょっと待ってね。これ59番。そう、めっちゃおすすめ。買ってみて。可愛いよね。59番めっちゃ似合う。なんかいつもね、もうちょっと控えめな色だよね。え、でもこういうピンク絶対可愛いと思う。似合うよ。え、てかピンクメイクすっごい似合うよ。
あ、いつもブラウン系のメイクしかやらない。そうだよね。でもピンクのメイクもすごい可愛い。完成。じゃあ鏡を最後に見てもらいましょう。あ、本当？嬉しい。よかった。じゃあ、最後ちょっと前髪だけ巻いてあげるね。そう、私が使ってるのはサロニアのヘアアイロンなんだけど、これ前髪くるんって巻くね。あ、めっちゃかわいい。いつもね、ストレートに。あ、そうなんだ。でも、くるんって巻いてんのもすごいかわいいよ。待って、チーク忘れた。ごめんね。チーク塗るね。ごめんね。血色感。ちょっと待ってね。ごめんね、本当に。ねえ、これすごいいい香りだよね。ジルスチュアートいい香りだよね。あー、めっちゃ可愛い。メイク完成。いいえ。あ、じゃあ今度は私がメイクしてもらうね。もともと可愛いけど、すごい可愛くなったから、お出かけ楽しんできてね。バイバーイ。